それでは今度は、遠藤からのアウトバウンズのプレーを、2つほど紹介したいと思います。まず、ご覧になって分かるようにボックスの形を作って、我々はこれボックス3っていうニックネームでコールしていますが、それは各チームの方がいろいろ変えられたらいいと思いますが、とりあえずちょっとやってみます。はい、ゆっくりね、ゆっくりゆっくりだよ。はい、スクリーナーユーザー、はい、あそこ入ったら一番いいですね。はい、今分かるようにユーザー片一方はセーフティーに上がって、そこをなるべくこの選手のディフェンスがここでカバーしないように彼が連れて行ってるわけですね、この辺まで。そしたらスペースが空くと、そういうことですね。はい、行きましょう。はい、はい、今度は2つ目のオプションな。はい、はい、ここに入るから、シュー、あるいはイブス声出してボールもらっていいな。はい、もう一回行きましょう。ユーザー、ブラッシング。はい、今度は2番の選手がボールもらえなかった。それはスイッチしたとする。その時にこの14番の選手がスクリーンの後シールしてボールもらう。はい、行きましょう。イブス、お前も読んでもいいよ。はい、はい、もう一回行きましょう。はい、そしたらこれにちょっとディフェンスをつけてやります。はい、ディフェンス入って、ディフェンスついたからちゃんと、スクリーナーの早い目にポジション取る、ユーザーは V カットして送らす。はい、行きましょう。はい、ナイスプレー。おい、ちょっとディフェンス頑張れよ。はい、行こう。はい、ナイスプレー。はい、もう一回行こう。もう無理やったら打たんかって言うてよ。
OK。 はいはい、今これ、まあ、我々はボックス3と呼んでいますが、このプレーで今ご覧になったら分かるように得点のところに、ボールが行きませんでした。得点源の、ロケーションに。そしたら今彼が34番の選手がボールをもらったら安全にあそこへ渡してパスをして、そして今までやった、いろんなシステム、フレックスなりモーションなりなんかに入ってください。えい、シュート、よろしいですか。はい、今が、ボックス3っていうエンドからの、アウトバーンズの、紹介です。はい、今度のエンドからのアウトバーンズは、まあ、我々のニックネームは天って呼んでいます。まあ、天理の天か、あのワンツースリーの点か分かりませんが、まあ、その辺は点っていうニックネームで呼んでいます。今分かりますように、大きい選手2人はローポスト の、 あのエンドラインとエルボーの間ぐらいに今位置しています。まあ、僕らまあミディアン真ん中ぐらいと呼んでいます。でこの時に、スタッカーの2番の選手が、はい、言ってください、ゆっくり、こういう形で、はい、なって、ちょっと待ってね。これはどうしてかって言ったら、ここをスペーシング、ここスペースを、開けるようにしてるんですね。で、それに、今の、22番の選手が、はい、V カットして、はい、ブラッシングして、中入っていって入れて、まあ、これが、一番イージーシュートになると。で、これがダメな時に、はい、切れて、入らなかった、これはまたブラッシングしてここ来てボールをもらうと。でシュートからボールからお前らが、おい、君が中入っていってボールもらってみるな、はい、そこまで行こうか、はいはい、白用意してや、ディフェンス、はい、ブラッシングイブス、はい、OKゆっくりで、はじめゆっくりで、はい、はい、ブラッシング、はい、意外と入ります、はい、そこへ今度はファーストパスが入らなかった、はい、次の、選手が、はい、行きましょう、ブラッシング、センターの2番と14番がスクリーナー、ブロックになって壁を作って、今の、34番が、シュートしています。 できない時にはでっかい選手たちが中でシールしてボールもらうと、はい、ちょっとディフェンス頑張ってついてください。オッケー、向こうのサイド行った、うん、ブラッシング、うんうん、オッケー、ワンモア、はい、
これが2つ目の、エンドからのアウトバウンドです。